稲ス・ミノワ営業所中央道高速バス。ミノワバス停乗り場全体2018年4月。撮影。稲ス・ミノワ営業所は、長野県上稲郡ミノワ町にある、稲スの営業所。両路線とも、稲市止まりで運行していたが、1991年4月4日に、ミノワ町まで延長された。基本的に前扉前折り方式を採用している。発着。 稲葉縁遠歴史昭和44年5月14日、松島営業所は、松島南町に新築移転し、落成式を行った。現在は建て替えを行ったため、2階事務所は廃止されている。画像は持っていないため求む、ハット AB 稲葉縁遠歴史平成元年12月22日、大阪線運行開始平成3年4月4日以な、大阪線、稲名古屋線を共に、 美濃は町まで、新潟陸運局に延長申請2017年12月7日、稲市から変更。AB、新宿線名古屋線大阪線、稲バスターミナルの新築に伴う停留所の移動と、名称変更について2017年12月7日、駒金市から変更。稲バス、大阪線改正について、伊賀バス停追加シーン南交通高速バス、大阪線変更の、 お知らせ、名神茨城バス停廃止、阪急バス高速長岡京新設について2013年11月22日、発表美ノ和町役場美ノちゃんバスについて、中部国際空港稲、美ノ和線廃止。那バス。2012年1月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年1月23日閲覧。那バス。 稲タクシー運行中部国際空港の売り合いタクシーについて稲バス、稲本線廃止についてありがとうございます。